アモス書第八章。神である主は私にこのように示された。そこに一籠の夏の果物があった。主は仰せられた。アモス、何を見ているのか。私が一籠の夏の果物ですと言うと、主は私に仰せられた。私の民イスラエルに終わりが来た。 私はもう二度と彼らを見過ごさない。その日には神殿の歌声は泣きわめきとなる。神である主の見告げ。多くの屍が至るところに投げ捨てられる。口をつぐめ。聞け、貧しい者たちを踏みつけ、地の悩む者たちを絶やす者よ。あなた方は言っている。新月の祭りはいつ終わるのか。私たちは穀物を売りたいのだが。 安息日はいつ終わるのか、麦を売りに出したいのだが、エパを小さくし、シケルを重くし、あざきのはかりで欺こう。弱いものを金で買い、貧しいものを一足の靴で買い取り、くず麦を売るために。主はヤコブの誇りにかけて誓われる。私は彼らのしていることを皆、いつまでも決して忘れない。このために血は震えないだろうか。 地に住むすべてのものは泣き悲しまないだろうか。地のすべてのものはナイル川のように湧き上がり、エジプト川のようにみなぎってはまた沈まないだろうか。その日には、神である主の見告げ、私は真昼に太陽を沈ませ、日ざかりに地を暗くし、あなた方の祭りをもに変え、あなた方のすべての歌を哀歌に変え、 すべての腰に荒布をまとわせ、すべての人の頭を反らせ、その日を一人ごを失った時のものようにし、その終わりを苦い日のようにする。見よ、その日が来る。神である主の蜜げ。その日、私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない。水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことの飢饉である。 彼らは海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の言葉を探し求めて行き巡る。しかしこれを見出せない。その日には美しい若い女も若い男も乾きのために衰え果てる。サマリアの在下にかけて誓い、ダンよあなたの神は生きていると言い,い、ベールシェバの道は生きているというものは倒れて二度と起き上がれない。